銀座の老舗百貨店が景気回復傾向であるとして6億円をかけて紳士服のフロアを大幅にリニューアルしました。本物へのこだわりを謳い文句に売り上げアップを狙います。紳士フロア15年ぶりの改装でございます。中央区の松屋銀座では一昨年から婦人服フロア、食品フロアの順でリニューアルを進めていて、今回は紳士服フロアを15年ぶりにリニューアルさせました。改装費用は6億円、1年間の売上目標は前年に比べ2割アップの55億円を掲げています。今までよりもかなり物が増えて、いいなという感じはしますね。遠いので あまり利用する機会はないと思うんですけれども、近所に来たら気軽く来れる場所だなとは思いましたね。買い物客から注目されていたのはオリジナルブランドです。独自に買い付けた品質の高い海外の生地を国内の腕利きの職人がスーツに仕立てます。また内装にもこだわり、ショーケースやハンガーなども海外で探したヴィンテージを揃えました。この他にも職人手作りの革小物などの専門店もあります。また銀座周辺や湾岸エリアのタワーマンションに住む若い男性も取り込みたいと、フロア全体が重厚な印象を醸しつつも明るく見て回りやすい作りに仕上げました。銀座の地元の方、長く松屋をご愛顧いただいているお客様、それに加えてそういった湾岸エリアの新しいですね、割と若めのファミリー層の方も多いと思います。そういった方々をやっぱりしっかり取り込みたいなと。また銀座では外国人旅行者による日本製品の購入意欲が依然高いことから、日本製の紳士服の良さもアピールしていきたいとしています。